わミサあれはダメだよおはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は五箇の水路に水が入ったので早速向かっていきましょう。お、跳ねた。いや、もじりだ。手前泳いでるのかな。五箇水辺公園の横を流れている五箇落とし。それでは今年もチャレンジしていきましょう。おお、6尺7尺の出番か。お、あれあれ、ヘラブナだった今。やってるやってる。よし、釣り台の準備ができました。あそこを狙ってと、あそこを狙ってと言いたいところですが、こっちの方が魚っ気があるので、一番短い6尺にしてみます。いや、もう初っ端から12やってみるか。手前に見えるのって今まで釣れたことないんで、あそこ狙ってみます。もういきなり、そのためなら岸狙い。いやでもな、手前も、あ楽しい楽しいよ。手前を狙うか奥を狙うか、あ、何にせよ釣りをしなきゃ始まらないので、スタートしていきます。かなり久しぶりの罫線機器を12尺を使っていきます。仕掛けはですね、12号なかったので13号をちょっと詰めて使っていこうかと思います。五箇落としの美味しい水飲みません。飲みませんよ、美味しい水って言ったって。よいしょ。コンパクトタオルを給水、キューって泣いてた。もう給水も早い。餌を投入する場所に草が引っかかっていたので鎌をつけてみましたが、引っ掛けられず、いつも使っている網をくっつけてすくいます。2分5輪と4分ネジの太さを変換するアダプタが必要になりますが、こういう変則的な使い方もできるので便利です。では6時34分1投目よろしくお願いします。1投目、アンカドを狙います。よろしくお願いします。この角狙いは去年もやったので、その時も言っている気がしますが、川の流れがちょうどよどんでいるので、重りベタ、いわゆるドボンにはしないで、両方の餌がそこにある状態のバランスの底釣りです。水深は測ってだいたい調整したつもりでしたが、棚調整がガバガバだったようで微調整しました。じりじり流れていくようなら、ハリスに重りをくっつけるつもりでしたが、そのままいけそうです。お、去年このポイントに来た時はもう少し季節が進んでいて、周りの草が稲花粉をボワボワと飛ばしている時期でしたが、今年はまだ新芽というか生えたての状態なので、花粉症の身としては助かります。それにこの辺りはヘビが多いんですよね。去年も3本3本3匹、ヘビってどういうカウントなんだろう。
3匹くらいのヘビに遭遇しまして、まあ、毒のないヘビならいいんですが、まあ、この五箇あたりはマムシもいるという話なので用心が必要です。もちろんこちらから攻撃をしなければいいんですが、置いていたバッグやバッカに入り込んでいたり、釣り台の下やバッグの下に潜り込んでいたら、片付けの時に結果的に刺激してガブリと、そういうこともありえますので、まあ、利根川も気をつけますが、皆さんもお気をつけください。デカマブさん、デカそこそこ、食ってたデカマブさん、とりあえずフナをゲット。竿を短くしような。よいしょ、はい、はい、ありがとう。あれ大丈夫かな、じゃない、よし、ありがとう。次はヘラブナを目指します。マブラさんだったので強しの7尺にしてみます。7尺の透明よろしくお願いします。短い竿だと緩やかながら流れが当たる場所なので、重りベタのドボンにしました。左隣に入った常連の方も7尺でいつもやっているとのことなので、チャンスはあると思うんですが、割とすぐ何かが来ました。うわー、これもまた取れた。浮きを変えてハリスを交換しようとハサミを持ったら、恐ろしいことが起こりました。今か、まあ見てもらったら分かるんですけど、ハリスを切ろうとしたらハサミが突き刺さった。落としたって思ったらハサミが突き刺さりました。助かったけど、怖いような、すごいような、すげえ。あら、あー、いいですね、おめでとうございます。竿の向きは微調整できますが、思いっきり手前の岸を狙いたかったので、釣り台の設置をし直します。以前は面倒くささが勝っていましたが、今は釣りたい気持ちが勝っているようです。パラソルも刺して暑さ対策もバッチリ。手前を狙っていきますが、あまりにも反応がありません。浮き込みを貯めて影を作ったら少しはマシになるかなと思い、玉の絵を対岸にかけてみましたが、案外ゴミはたまらず、ちょっとよどむ程度。しばらくして片付けてしまいましたが、昼寝もしないで釣りを続けていたものの、右手前に生えた草の横は反応なし。対岸のよどみをまた狙ってみましたが、反応なし。常連の方もお昼過ぎには帰ってしまい、最後は若干やけくそで流れのある本流側を狙いましたが、残念ながら最後まで反応はなし。当たりが全くないのはさすがにくじけてしまいました。さて、3日後の朝、少しポイントをずらして準備していきます。今日は釣れるんでしょうか。
よし、釣り台の準備が完了しました。めちゃくちゃたまんねえよこれ。ああ、いい雰囲気です。じゃあ残りの準備をしていきます。よいしょ、美味しい水確保。久しぶりの X7 尺。キラキラ光ってかっこいい。一通り準備が終わったので1投目をやっていきます。よろしくお願いします。今日はマッシュ系の餌でテンポよく角を狙っていこうと思っています。流れがよどんでいるおかげで重りベタにしなくても大丈夫そうです。鮭のおにぎりと久しぶりに見た煮卵、あとは 100% のオレンジジュース、どれも利根川の好物です。さてなんだかんだで1時間以上反応がなく、思い切って流れの当たるところへ重りベタのドボンで突っ込んでみることにしました。浮きにもう少し通り過ぎる魚とかそういう気配があれば続けられるんですけどね。さっきの水深は80cm、70cm、そのぐらいでしたが、最近この辺りを掘り直したそうで、ドボンとはいえ1メートル以上のそこそこの水深があります。それにしても最近田植えが本格的に始まったので、ここ以外にも水路へ何箇所か行きましたが全然反応がなくて困ってしまいました。浮きの動きがふわっと沈んだりして、なんとなく魚の気配が現れました。うわこれはこれはやってしまったよ。でかい。でかすぎる。ミドリガメさん、甲羅は25いや30クラスか。でかい、でかいよ。無念。これは次の一頭、次の一頭ですよ。合わせた瞬間、竿から伝わってくる感触、コクンコクンと魚の感触ではなく、ぬるーっと重い何かが引っかかったような。はい、次の一頭も亀でございました。よいしょ。この時期になると毎回言ってるような気がしますが、本当にここ最近亀が増えました。そして釣れる亀が大型化しました。ミシシッピアカミミガメ、いわゆるミドリガメは小さいと可愛いんですが、大きいと爪も鋭いし噛む力は強いし、サルモネラ菌も保有しているという話なので、もう怖いったらありゃしません。こういう周りが土になっているような水路では産卵もしていて、どんどん増えていくんでしょうね。改めてミドリガメのウィキペディアを眺めていたんですが、レンコンの食害とあるので、地元のジオン寺親水公園で一面に生えていたハスがきれいさっぱりなくなってしまったのは、ミドリガメの増殖も要因なのかなと思いました。実際カメが増えていて産卵して増殖している上に、ハスが減り始めたのは皮脂の除去をした翌年でした。今まで皮脂を食べていたカメがハスを食べ始めたという仮説が成り立ちそうですが、浅座とネオネコチノイド系の農薬、まあ、その辺はまだまだ語り足りないんですが、特に求められてもいない釣り動画だったのを忘れていたので、間もなく浮きが動きますという予告をして一旦ドロン。
おお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 これ、これで来いか。うわ、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 うわ。でかすぎでしょ。あーた、でかすぎでしょ。あーた、でかすぎだよ。これガチガチの竿じゃないんだよ。いや、いや無理だよな。いや、どう考えても無理だよな。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ああ、うち、怒んないで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 。今、今ほら、離すから、離すから。待って待って。おい、おい、水。あれはダメだよ、あれはダメですよ、あれはダメだよ。びっしゃびしゃ。ねえ、いや、なんか今そこで波紋が出ました。どう考えてもでかい波紋だったので恋かな。今回使わなかった動画を垂れ流ししつつ、今日の感想ですが、今年もヘラブナを仕留められませんでした。でも何よりも今日驚いたことは、先代のマジョーラみたいな色のヘラ X はガチガチだったと聞きますが、現行のヘラ X7 尺が予想以上に強かったです。まあ、気持ちいいですよ、あくまで気持ち、利根川の感覚の話にはなりますが、7尺に限って言えば3本継ぎの X に対して強しは2本継ぎなので、継ぎ数が多い分 X の方が強く感じました。実際ヘラ X の重量は全体的に強しよりも重くて、まあ、握りの糸と樹脂という違いはあるかもしれませんが、竿の重心が手前に来ている感じがするので、発射区 X の発射区がちょっと試してみたくなりました。ただX の11尺は4本継ぎで、それも持っているんですが、そんなに強さを感じないので、竿は長さによって得意不得意の領域があるんだなぁとさらに実感しました。ということで、この動画を確認している間に、利根川はミッチーと3号ハリス 1.5 号の仕掛けをせっせと作っているので、チャンネル登録をしてどこに行くのか次の動画をお待ちください。ということで、本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価ポチリとよろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。